11月16日土曜日、17日日曜日の2日間、みもみコミュニティホールにて、みもみコミュニティホール市民文化祭が開催されました。壁や空きスペースなど、ホール全体を使って、書道、絵画、工作品など、たくさんの作品が展示されていました。また、私が参観した17日には、みもみチアクラブの子どもたちの元気なパフォーマンスがありました。習志野市内すべての公民館、コミュニティセンターで行われている文化祭、それぞれの施設が地域や市民によって愛され、育まれている様子を今年も垣間見ています。参加された皆さん、運営に携わった皆さん、お疲れ様でした。